基本的に呪文はないだな。行きましょう。メタルドラゴンキラーマシン3メーダ。あれメカじゃないな一体。いいんすよ、これで行きましょう。さあ2回目の挑戦です。メーダね、新しくメーダが入りました。マシンの中に突然現れるメーダ。え？そのほぼ負けないだと？なんと。次それにしよう。いや、願わくばこれで倒したいね。HP2900 ありますから、言うて。さあ、キラーマシン3がね、まずは攻撃します。さあ、機械の兵器は扇風機からね、風を出します。夏ですね。いや、強いね。めっちゃ出るやん。TS さんが詳しい。これは、これはもう最強の助っ人か？メーダー頼む。よし、読み通り。そこそこ効くね。現場剣耐性がない。ないね。うん。ないよ。避けろ。よっしゃ、オッケー、メーダーが避ける。そのメーダーの避けはでかいですよ。言うて。行くぜ。火花を散らして噛みつきに行く。メタだ。よしよ。次は大防御行きます。次大防御行きましょう。いや、メーダーが受けてくれたのはね、だいぶでかいっすよ。その300はでかいっすよ。よしよしよし。フリーズホーンがかなり危険。なるほど。じゃあ来ないことを、来ないことを祈ります。なんと。あー、ガネの牙！おらー！キラキー！うおー！まあ、嘘だろ、メーダー。お前、闇の力をみなぎらせたぞ。まあ、そらそうなるわ。まあまあ大丈夫だ、大丈夫だ。ダブルテイル。まあまあここを防げるのはでかいっすよ。この2回を防げる。さあ問題ね、勇気溜まるまでに2300で耐えれるかどうかっていうのはだいぶ大事になってきますよね。まあ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 、まあ、ここは大丈夫。あとはちょっと火力さっきより下がってるから、プラキヒモンフリーズホーンに危険なんだ。安定しなさそうだけど大丈夫。いけ！よし、当てた！いいよ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 ！よっしゃ、ラッキーラッキー！お前はやってくれると信じたぞ、いいぜいいぜ。いて使うぞ、ラッキー！それはラッキー。フリーズホーン回避できた。T さん寝てたフリーズホーン回避できました。それはでかいっすね。これはワンチャンあるか？あるよ、これ。火力は十分。耐久も十分。よし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 。あるある。いけ、メーダ。ギラ。よし。意外と呪文が通るね。1、3最終ターン目ってことはもう超えてますね。基本的には。あとは勇気を貯めれば。次のターンに、ここまで順調ですよ。次のターンに相手の攻撃を耐えれれば、ここまでは順調だ。これは巨大な竜巻を。さあ、問題、勇気を貯めれるか。このターンに勇気貯めたらほぼ勝ちっすよ。あー、たまんねえか。お、メダちゃん、メダちゃん、オッケー。大丈夫、大丈夫。これで、何が来ても大丈夫だ。勝てる、勝てる。いや、キラーマシン3っていうのをね、選択肢を教えてくれたのね、これはもう、リスナーさんの力っすね。いや、これはマジでありがたかった。キラーマシン3はもう完全盲点っすよ、僕。大丈夫でしょう？うん。まあ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 、まあまあまあ。まあまあ大丈夫っすよ。まあまあまあ、1体残ってる、1体残ってる、オッケーオッケーオッケー、トノ打てる。よっしゃ。勇気で満ち溢れましたよ。もう遅いんすよ。もう遅いっすよ、今更こんなにしてもね。うん。よし！よし！とりあえずね、2000で勝ってるのはでかいよ。ラストはバーバラ。僕はね、デスタムーマに対しては絶対バーバラをぶつけます、僕は。なんとなく。よっしゃー！行くぞ、スパッツ！いや、スパッツによるマダンテがね、解き放たれましたよ。
よっしゃー、今日だけで終わるかな、ある、よっしゃー、キラーマシン3を教えてくれたの助かりました、ありがとうございます、本当にありがとう、今日だけで終えたいけどね、個人的に。いやまさかあれはTS の時めっちゃ辞書やんっていや、ありがたいっす、本当にありがたい、赤目は知らないからな、通常弾は大魔を覚えてるんですよ、通常覚えてる僕にとって赤目は知らない領域だからね、いや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 、もう超天使じゃほう打ちそうやもん、体の色まで赤いかな、右しらげっぽいけどって行くぜ、でもドラゴンライダー、もう何回目だよお前使うのドラゴンライダー、何回使うんだよモンスターマスターの能力によってなはははははミイラね、ドラゴンライダー何回目だってんでしょうね、ね、TS さんの情報でね、ザラキは5ターン目なんで5ターン以内に削りたいとこっすね、さあ行きましょうか、キャドを使ってみるか、一応白の騎士のね、生命線ですから。白の騎士はね、結構数少ないんですよ、本当に。キャドを使えるモンスターって本当限られてるか。3種類ぐらいしかいないんじゃないかな、本当に。どうだ？あ、効くね！めっちゃ効くじゃん？いいよ、いいよ。投げ払う。投げ払うか。避けないよね、そりゃまあ、うん。え？なんで？動けなくなるか、よし、プリシアンとキジしか知らんでしょ、あとねスライムつむりしかいないはずだよ、3種類やもん、はい、よしこのカメラ目線攻撃を、いやー動けないの痛いな、勇気も減るし、勇気も減るし、オールゴ強そうだなこれ、これ苦戦しそうだな、ねえ、白目の時も結構苦労してましたもんね。そう。猛毒の波動。なんだ、波動だ。うわ、強っ、うわ、猛毒食らっていく。いや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 、きついきついきつい。しかも回復しやがった。いや、動けないし。え、ちょっと待って、こいつ強くね。え、ちょっと待って。きつくない、え、ちょっと待って、これは、やばい、きつい。奇跡の逆転を狙いましょう。毎回言われるな、これ。いけ！頑張れ！ヒャド！よし！あるある、大丈夫大丈夫、いけるぞ。投げ払っていく、いい、なに、どうしようあれどうしましょう、あれ、どうしましょう、あれ、どうしましょうね、これ、あれ、どうしましょうね、え、どうしましょうね、え、どうしましょう、天使の歌、天使の歌声が響き渡る、え、無理じゃない、やばい、終わったか、復活、よし、ここから戸惑いの動きや、おら、ダメージ稼げ、ダメージ稼ごう、勇気も稼ごう、吐き出す、よし、戸惑いが攻撃してくれるからね、攻撃はしてくれるから、ここで溜めない、さあ諦めませんよ、もちろん諦めちゃ終わりっすよ、桃統一郎って何かしらあるんですよ、ザーキー、どうだ、死んだわ、千には強すぎるかな、千にはダメですよね。